はい、よろしくお願いします。稲津でございます。というわけで、粘り強いテニスをしてくる俗に言うシコラについて動画を作ってきました。1個目と2個目、こういう感じで、1個目はシコラってどういうやつみたいな。で、2個目はもうこれだけやっちゃったら負けますよみたいな。これはやっちゃダメですよみたいな感じ。で、今日は、じゃあどうやって崩していくのか、粘ってくる相手をどうやって崩していくのかっていうところにフォーカスして紹介していきたいと思います。紹介する動画は、先日バルセロナで行われたテニスヨーロッパのグレード1、アンダー12のリトナンデス選手、日本人選手の試合の模様です。前回まではちょっとやられてるところばっかりの動画でしたけど、今回はポイントを取るところばっかりですので、お楽しみに。前半にポイントパターン、うまく相手を崩せるポイントパターンのイメージ、そして最後に実はこういうところが大事なんですよっていうワンポイントご紹介したいと思います。では行きましょう。どうぞ。はい、まずこれタイミングを早くする、粘り強い相手に決めるためにすごく大事なところです。ボールの上がりっぱなを打っていく、上がった直後を打っていく。そうすることによって対戦相手からするとボール自体は速くなくてもボールが速く返ってくる、速いボールのように感じますので、相手を動かさずにこういう感じでエースを取ることができます。続いてこれすごくシンプルな方法なんですけど、左右に動かします。やっぱり同じところに打ってばっかりだと失敗してくれないんですけど、左右に走らせることによってエラーを引き出すことができます。コースを変えていくっていうのは打つ側もすごく勇気がいるんですけど、その分相手に対してはいい効果を与えることができます。はい、これはそのさっきの左右に振るっていうのはさらに広い版です。ベースラインに届くボールではなくて、もうサイドラインの上を通過するようなボールを連続して打つことによって相手をさらに走らせることができます。ここに打つためにはコントロール能力も必要ですし、ボールが外に逃げるような回転を使えるようになることも必要です。続いては角度をつけるアングルショットです。前回の動画でも紹介したように、足の動きが止められてしまうとなかなかストレートにエースを取るのが難しくなります。そういう局面で流れを変えたい時、慌てずにこういう感じでショートクロスに打って相手の走らせる距離を長くすることによってポイントを取ることができます。はい、それからこのフォアハンド、ビッグフォアハンドでエースを取る、これはリトナンデス選手の形でもありますし、フォアハンドでやっぱり綺麗にエースを取ることによって、そのポイントだけではなくて試合全体の流れが呼び込めます。いい位置に足を決めてフォアハンドでエースを取るっていうことは、その後も自分にとっての追い風になりますので、こういうフォアハンドっていうのはね、やっぱり困った時にしっかり取れるといいと思います。はい、こちらは同じようにサイドラインからサイドラインなんですけど、先ほどのクロスと違って、今度はこれストレートです。すごく狭いところを狙うリスクのあるショットですけど、これもリスクを恐れずにしっかり攻撃してエースを取ることによって流れを自分に引き寄せるきっかけにもなりますし、ブレイクポイントであるとかセットポイントであるとか、自分がどうしても欲しいポイントの時にリスクを冒してこうやって攻めていく、入ればポイントが取れるんだっていうプレーをすることも時には大事です。こちらも角度をつける、先ほどもありましたけど、ショートクロス方面、引っ張る方向への角度ではなくて、これは流す方向、逆クロス方向へリバース気味に角度をつけてポイントを取ってます。このテクニックも持ってるとすごく便利です。はい、こちらは同じくですが、バックハンドで角度をつけています。
どうしてもバックハンドっていうのは狙われるところでもありますし、フォア対バックっていう構図をうまく作られると逃げ場がなくなるんですけど、そこでこういう感じでアングルに持っていけると突破口が開けます。はい、これすごく大事なショートポイント。もう粘ってくる相手に対してはサーブのポイントであったり、こういう感じでリターンのポイントであったり、時には1本で終わらせる。これはすごく自分にとってメンタルが楽になりますし、相手にとっても一番嫌なのはここですから、サーブの練習、リターンの練習しっかりしておくといいと思います。はい、では今紹介したこういう多彩な展開があるといいですよ、多彩なポイントパターンがあるといいですよっていうこと以外で、まあ、ちょっと地味なんですけど、こういうことができた方がいいですよというポイントを紹介していきたいと思います。はい、実はこういうポイントの取り方をして、少しずつポイントを貯めていくことがすごく大事で、これ何をしているかっていうと、シンプルに相手のいるところに自信を持って自分のボールを打ち込んでます。これコーナーに狙うとエラーするかもしれないんですけど、高い打点から相手のいるところ、相手が届くところに打ってるのが分かると思います。で、相手を押して相手のエラーを誘っている。ジョナンデス選手の流れがある時っていうのは、こういうポイントの取り方をたくさんしています。こういうポイントを取りながら少しずつポイントを貯めて、30-15 とか40-15 とか自分の有利な状況に持っていった後に、さらに流れが来てフォアハンドのエースを取ったり、サイドラインからサイドラインに行ってエースを取ったりっていう形の流れを作っています。いきなりスーパーショット、スーパーショットっていうのは難しいので、相手のいるところに打って自分のストローク力でポイントを貯めて、少しずつ流れを持ってくるっていうことができると、シコラ相手にもしっかり戦えるようになると思います。はい、でこれはポイントを落としたシーンなんですけど、偶然少し分かりやすい例なので紹介したいと思います。この最後エラーする一つ前です。ここで相手のいるところにしっかり打ち込んでるんですけど、次のバックハンドでは空いてるところに打ってしまうので、今度相手がストレートにコースを変えてきています。1本目のコースの場所だと相手がいる場所なので、それほど対戦相手にしてもストレートにコースを変えやすい場所ではないので、返球に苦労する場所なんですけど、2球目のバックハンドは自信がなかったのか、ショットの球威でしっかりと押すっていうよりは、オープンコート空いてるクロスの角度があるところに狙ってしまいました。実はシコラーっていうのは相手のボールに対してリアクションをしているケースが多いので、こういう感じで角度をつけてしまうと相手も角度をつけやすくなるっていうことになりやすいです。ですから相手がいるところ、ちょっと中央寄りでいいので、しっかりと打っていくっていうことが一つのポイントになると思います。はい、お父さんお母さんへのメッセージです。今日は一番最後に紹介した相手のいるところに打っていくっていうところなんですけど、相手のいるところに打ったシーンだけを出してみて、そこにもしこれ球出し練習だったらっていう感じで、周りにコーチっぽい絵をちょっとポンって置いてます。これ見ると分かると思うんですけど、この中央にコーチが立って球出しをするとき、実はそのコーチであるとかカゴに向かってボールが飛んでいくボールっていうのは、シングルスの試合の中で有効なボールであることが結構多いんですね。ただそこにカゴがあることによって、そこを外して打たなきゃいけないっていう雰囲気になると、選手はストレートとクロスきっちり打ち分けるようになります。もちろん練習の意味がストレートにきっちり打ちましょう、クロスにしっかり打ちましょうっていう基本練習も、これ一番大事な練習なので、ここにある時にはカゴのところに打ってきたボールに対してはもっとコースをしっかり狙おうねっていう感じのアドバイスが必要なんですけど、例えば僕今回行った遠征先で球出し練習もすごくやったんですけど、まあ、試合が近い、もう試合の前とか試合の前日に僕がボールを出してる近くにボールが通って、まあ、もちろん選手はごめんなさいとかって言うんですけど、ここはあえて自信をつけさせるために、いや今のはすごくいいボールなんだよみたいな感じで言ったりもします。相手のいるところにしっかりいいボールが飛んでいる、そのあたりは、まあ、練習のその時の目的に応じてアドバイスを変えていくといいと思います。もちろんクロス狙ってるのに振り遅れて真ん中に来てるのに対しては、打点の調整であるとかボールへの入り方とか工夫しないといけないですし、試合が近くてとにかくしっかり打ち込みたいという時には、もうコーチに当たるようなボールであっても肯定してあげることによってこう調子が上がっていくとか、そういうこともあると思いますので、一つの参考にしてもらえたらなと思います。
はい、いかがだったでしょうか。3回にわたってシコラーに対する動画を作ってきましたけど、僕的には一番最初の動画でも言ったと思うんですけど、上手くなるための要素、強くなるための要素っていうのをたくさんシコラーと言われる選手、粘り強い選手は持ってます。テニスはそもそもミスをしてしまうと勝てないスポーツなので、ミスをしたくないっていう意識がすごく大事ですし、自分がミスをせずに相手にミスをさせていくっていう感じでテニスを展開していくシコラーから学べることはすごくあると思いますので、ぜひ皆さんも頑張ってください。ではまた。